はい、じゃあ行きます。これよ、サイバスターレベル24。ディスカッタサイフラッシュ出ましたね。これマップ攻撃なので、多分これ、あれ、ディス、これを範囲を、ああなるほど、場所を選べない。やばいぞこれ、死ぬぞ。ギルギル台に落とされるんじゃないこれ。だ、ちょっと待って、イメージとしてなんかここら辺やってこんぐらいですよって範囲が出る、そんなイメージだったんですよ。で、少なくとも今使うとこの範囲ですよみたいなのかなって思ったんですよ。いきなり使いやがった、いきなり。ちょっと待って、 1,2,3,4,5,6、 少なくとも6までは届くと。いやー、こっちも結構のた打ち回されたからな、あいつに。ちょっと結構疲弊してるんだよね。まあまあギルギルだからいけるっちゃあいけるか。いやー、まあ届かんよな。そうなんすよね。まあまあまあ、スペース、ちょっと待って、ちょ、変形変形、戻そう。とりあえず戻して、でちょっとマジで破壊しましょう。ドゥン、わあ、まあまあか、83、しまった、まあまあいいや。スーパーロボット系は当たってなんぼじゃと、これももうないっすよね。まあ回復はできるので、いやー、あー、まあそっか、どう、そうだよな、そう、まあいけなきゃおかしい。仕方ねえわな。まあ行くしかないです。行こう、行きましょう。なんか早く終わるって言ったけどさ、なかなか終わらなさそうな感じがするのは気のせいでしょうか。なかなかだな。86か。これどうなんだろう。もう一発食らって大丈夫とかってあるかな。これ多分いけないっすもんね。そうですよね、優勝法だけですもんね。ただゲッ、そうか、ゲッターで、あ、ゲッターでいけんのか。最後の最後ね、油断するとまずいですからね。結構いった、49か。49は与える自信ないな。テレポート、ちょっと最後テレポートどっかで使ってみましょうね。練習、これ支援効果とかでさ、近くに行ったら必殺絶対出るとか欲しいよね。それが、その代わりに精神があるみたいな。神の隣だから絶対クリティカル出るとかね。これちょっと無理だろうな。あ、でも当たら、あ、そうか、当たらない。あ、行って、行ったし、行ったし、ファーが行ったと。よし、オッケー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 。じゃああとはサイバスターが耐えてくれれば。おい、サイサイ、てー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 、マジか、ははは、くっそ、い
いいところに出る。卑怯な、マジでマジでマジでこれは卑怯だろう。なめるな。いや、これブチギレ案件ですよ、これ。あー、いいね、いいわ。だいぶ食らう、だいぶ食らう。ちょっと焦ってる。これ焦る、これ焦るな、これ焦るよ。あれ、今のは、え、だいぶ、え、なになに今の、なに、なんだ、え、自分回復してる。もうもうここは自分だと。なんだっけ、え、ディスカッター、あれあれディスカッターだった。なんかアカシックバスター的なやつ出たよね。アカシックのちょっと一歩手前みたいな。いやー、あぶねー。こんなん軽い拷問ですからね、こんなとこに増援部隊出てくるって。こわや、もうザコでよかった、遠慮なくぶち殺せるわ。嫉妬とかね、くそくそ、どうしよう。とりあえずズサはほっといて大丈夫か。よし、あ、でもあれか、ちょっと素早いよねこいつ。素早いやつは素早いやつで任しときましょう。こっちを先、あたしらこれで行くんでって。これでもさ、下手すとなんかまた増援部隊ガンガン出てくるみたいな感じがしなくもないな、これ。当たらねえんだもんな。ちょっと待って、これ当たらんすもんね、これ多分。ちょっとちゃんと削っていこう。よし、92、ナイス。いやー、いいとこに出てくるよ、オタク。オタクたち、いいとこに出てきたな。あ、やべっし、まあしょうがねえっすね。やめたす、行くときついか。これどうだろう。アムロはまだ根性があると。必殺で音、いや、音、ちょっとダメージよく見てなかったな。122落とすか。ここでちょっともう回復しよう、回復。ここで使い切ってズサをとりあえず1体落としましょう。 OK、 これは落とせるんで、さすがに、さすがにこれはね、いける。よし、で、一旦回復して、まあ当たればお慰みってやつ。いや、ちゃんとしよう、トマホークでいこう。おい、ミスト。行っちゃう、行っちゃう。こっちはブチ切れてんだと。行っちゃう、 23%。 まあまあでしょうね、でしょうね、まあ、そんなもんですよと。で、まさき、これ底力はどっちなんだろう。ああ、え、変形できる、サイバードチェンジ、サイバード。よし、ナイス。よし、ちょ、怖い怖い怖い。めっちゃ回復しよう。ここは根性で乗り切りましょうよ。普段根性出してなさそうだし。いや、でも意外とね、意外と根性を出してなさそうなやつ、まあ、根性っつうかそういう努力も含めて見せない人ってめちゃめちゃ努力してるよね。
れすごいよね。うわこいつこんな頑張ってんだみたいな、実はめちゃめちゃなんかやることを効率よくやってるし量もこなしてるしみたいな、そんな感じなんだよね結局ね。でまあそういう人とまあ出会う、勝ち合うと、まあ自分も頑張ろうみたいな、俺も頑張んなくちゃなみたいな。あーよかった発煙も来ないと。でこやつが136、これ確か136いかなかったっすよね、トマホークで。まあ倒せたら倒せたらよし。これでメタスでやっとけばレベル上がって HP も上がると。OK。かわいそうだな、ズサ。うわ、海に嫌がる。海に嫌がる。うわぁ、一番ちょっと、一番頭いいな。結局ガンダム頼み。あれ、これさ、ライフルダメですもんね。まあ、2回攻撃できるんで。できないんかい。あ、やっぱ。だいぶ高いな。これいける？攻撃できるのないでしょ。早かったらいけるわ。ギルギルは倒せる。ただ24だから別のやつで倒したい雰囲気はあるよな。せっかくね、せっかく来てるから。これ会話とかってあんのか？特になし。まあまあ問題こいつだわな。結局まあ来るのを待ちますか。めっちゃダメージ食らう役。OK。ナイス。まあこいつ一体だけだったらどうということもないからね。なんかどうも回復の時でもさ、あの狙うやつが見えるとちょっと焦る。やっぱ戦艦ないと結構きついのもあるな。これでもう正真正銘最後でしょう。3、2、1。ちょっとテレポート使ってみようぜ。どういう感じなんだろう。どこでもいけんのこれ。うわあ、あれだ、あのね、マスコット。え、マジでどこでも行けんだ。すげえ。でまあこれで例えばテレポートして、どこに止まんのこれ。こう左下ってことでいいのかな。あれ
え、ん、どういうこと、これ、あ、違う、違うやつ、あ、わかったわかったわかった、今2回押したんですよ。変形とかよくわかんないことやってるけど、わかったわかった、はぁ、あ、そうあ、そう、あの今マジンガー Z の隣行って回復しようと思ったんですよ。まあ、メタスがここ行って修理装置、違くて、あれですね、ワープファイヤーだから変形じゃねえんで、精神見ようと思って、あのワープですね、ファイヤーエムブレムでいうワープで選んだやつをどっか飛ばせると。わあ、これは強いね。150、そうだね、150は使うな。いや、強い強い。で、しかも自身ももちろんまだ行動前だから動けるから、これはなかなかだね。サイコガンダム回復しようと思ったけど、これ間に合わないっすね。先、まあ、先行っちゃおう。ちょっと待って、一旦帰っていいですか。何しに来たんだって話だよね。すげえ勝手に出てきてすげえ回復するっていう、まあ、これでぶち当てていけば大丈夫でしょう。うわー、いいね。これをやりたいんだよね、再攻撃。それでこれで変身してると、あ、再フラッシュできるんだ。え、じゃあもうこれでさ、ここ行ってさ、あれ攻撃があるよ。あ、そうか、移動してマップ攻撃、そうか、できるのか、すごいね。これでいいじゃん。あ、これもしかして味方も、あ、味方は当たらない。これ味方、あぶねこれ今何の気なしに使ったけど、味方当たるのあるじゃん。あれだったらやばかったね。なんかそうありますよね、味方も当たっちゃうやつ。まあ、完全にこっち全滅してましたね、これ。まあ、全滅まではまあまああれだけども。あぶ、あぶ。マジで時間かかんないっつったけど、だいぶ時間かかるわ。あいつらが嫌がったから。よし、あ、まあまあこのターンで終わるでしょう。で、レベル的にはゲットを上げたいところもあるんだけれども、まあいっか、ハミユで届かんね。さて、いや、もう当たるから、これで当たるから、ドゥン、いや、ドゥン的攻撃がいいよね。一撃が重いみたいな。たくさんメガ粒子もそうですし、ドゥン感はないけどね、シュワー感が高いけど。あ、でもサイフラッシュとか、サイフラッシュ、いや、これ強いな、これ強いわ、めっちゃ強い。ちょっとプチドゥンだったな、プチドゥン出たね。これいけねえか、これなんか持ってない、あ、持ってんじゃん。よし、行こう。3番ね、これでいけるわ。あ、もうさすがに100だから外さないね、ここはね。
イド。あれ、今2回とも3倍だった？もしかしてね。再攻撃の時はそういうこともある。あ、つうか2回できるんだ。 OK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 、 ありがとう、助かったわ。 DC の本拠地は月にある。宇宙に、月にある。宇宙に出る用意はあるか。あ、宇宙なんだ。宇宙行っちゃうと、あのマップが。まあそうだよな、宇宙か。そうだな、宇宙に出るにはシャトルブースターが必要だ。ならチベットのラサの敵基地に行こうぜ。あそこはシャトルの発着場になっている。シャトルブースターぐらいあるはずだ。ジャンプスターターみたいな、まあ、全然違うか。 OK です。これでまさっき、あれ仲間になるのかな、あのままサイバースター使えたらめっちゃ楽になるね。味方食らわんし。あれサイバースターだけ食らわないんだっけ、マップ攻撃。まあいいや、 OK。 次回から、まあまだ宇宙はまだか、ラサですね。次第12話となりますので、ぜひよろしくお願いします。